アベマプレミアム会員ならどこよりも早く K1 大阪大会が見れる。さらに安保 VS 山崎戦を木村実が解説するアベマプレミアム限定コンテンツも。はい、両選手を3分3ラウンド3目男性パッティングローブロー一打ち一切禁止。今回からルールが変わりました。首突きによる攻撃を一切禁止ですから、ね、気をつけてください。はい、握手コーナー。Thank you.
スリーラスラン、判定に入ります。お待たせしました。判定結果をお知らせいたします。ジャッジ芹沢30対28、赤伊沢。ジャッジ和田30対28、赤伊沢。ジャッジ友竹30対28、伊沢。以上判定3対0をもちまして赤コーナー伊沢波人選手の勝利です。